始めたいと思います。まずはですね、こちらの水槽に、海水を立ち上げるわけですが、照明を立てるこの楽々スタンド、上畑のボルテス楽々スタンドをですね、組み立てて下に挟むところから始めていこうと思います。では組み立てスタート。数があるんで、やってると嫌になってきます。でも2枚でしょ。ちっちゃいこのこれ。ああ。これにも全部貼らないといけないんで。ああ、本当だ。でも30センチで使うの。あ、でも全部使います。全部使うの。裏表に貼ります。本当ですね。手伝って助っ人を呼びました。早くも手が増えました。5枚できました。で、今度はこっちにここに貼るやつですね。まあ、これも見えるもんじゃないんで性格が出ますね。して裏。ほら、素晴らしい。ぴったんこですよ。で、黒いキャップを、ペコンと。はい。あ、いいですね。まあこんなようなレイアウトを参考にしてですね。これですよね、多分ね。それです。はい。実はマットに合わせて外に出る感じで。でもそうやってこうきつくないですか。あ、そうなんですか。そうですね。考えたらこうしたら水槽乗らないで。で、このサイドにペコッと。あ、これぴったりですね。そう、ぴったりになるんで。なるほど。はい、よいしょ。こんな感じで、まあ今はこうスペーサーが結構見えちゃいますけど、ここにね砂とか入れば、これでスタンドが使えるようになるんですね。あとはとりあえず組み立てはここまでです。です。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ワイドはネタハラにしようかな。ネタハラプラスボルテスが硬いかも。では早速海水立ち上げに入りたいと思います。これから、工程としてはですね、まず砂を入れるんですが、その前に海水を作っとかないと、海水作るの時間かかるんで、そこから始めたいと思います。海水はお風呂場で作るのがいいと思います。なぜなら結構これ海水かなり細かいので、もう部屋の中でも普通に飛びます、あの粉末が。でいつしか部屋がベトベトになることもあり得るので、作るときはお風呂場で作った方がいいのかな。水を入れるんですが、まあね、20何度になってればいいということで、手の感じで作っていきます。はい、どんなもんでしょうか。まあ10リットル弱ですね、入れたところで、この塩はですね、量が決まってるので、このパッケージに何リットルに対して何グラムというのを見てやるんですけども、でこのこれはあの100均で買ったカップですけど、これ300入るんで、300入れて、また軽く入れてちょうどいいですかね。でこれ今袋なんで、
そういうことになってますけど、こういうのもお風呂場だとね、結構雑にできるんで、まず1本入れますね。入れます。そして手で混ぜます。結構真っ白なんで、ちなみにちょっと舐めてみましょうか本当に海水かどうか。薄いな、ちょっと。とりあえず粒が全部溶けたところで比重を測ってみましょう。比重を測るときはこの比重計というものを使います。この中に水を入れるとこの面、針がですねこの辺を刺すんですね、まあ、いい感じのところは多分この青い位置になってる、この辺になってる、この辺になればこれを沈めて出します。で出したときにですね、ここ見てください、泡がついちゃうんですね。なのでとりあえず今ね全然海水慣れしてないので、とりあえずこういう形で泡をね剥がします針から。このちっちゃい泡でもだいぶ数値が変わっちゃうんで、泡を外したけどもこの辺に置いてもちょっと入れすぎたのかな。お、来ましたね。ちょっと下がりました。ちょっとこれね、まだね、まだ薄めが足りないですね。はい、ではもう一回、これ3回目ですか、4回目ですか。お、1.02、1.021、ギリギリですかね。いいと思いますよ。まあこの青い範囲にあれば OK だと思いますので、これを持って、水槽に入れたいと思います。ただいまお風呂場での私のなんだ、比重計の使い方はちょっとね荒かったので、もう一回弱さにやってもらいます。はい、どうぞ。いきます。この途中のところに海水が入ってくる穴があるんですね、右側ですね。そこからゆっくりゆっくり水を入れていく。そうすると針に泡がつかないんですね。ほら、はい、泡はない。そして数値は OK。 というわけでお風呂場で作った海水が出てました。これですね、10リットル入るバケツなんですけども、多分水槽に入れてしまうと足りないので、もっと海水は用意しないといけないんですけども、今日何回も作っていて大変なので、実はこちらに昨日から作ってるですね、海水が20リットルありますので、今日はこっちとこのバケツの海水を使って立ち上げをしたいと思います。多分立ち上げに時が一番海水を使うので、これぐらいあれば大丈夫か。